なものとか趣味とかそういうのはもちろん考えながら、まあなんかその人との時間を思い返しながら、あ、もしかしたら今こういうのが欲しいのかなとか、そういう会話の中から見えてきたりすること多いと思うんで、そういうのは考えますね。全女子つけててほしいですよね。なんかやっぱりこう清潔感とか、なんか甘さもあるんですけど、なんかすっきりしてる気がするんで、うん、これがふわっときたらなんか嬉しいですよね、女子から。なんか自然ですよね、すごく。まあ香水なんだけど、なんだろう、あんまこう作られた匂いじゃない感じがするっていうか、自然にこう男性から発せるいい匂いみたいな、うん、いい、すごくいいと思います。あ、でもやっぱ最近意識するようにはなってきましたね。なんかまあそれこそもう最近寒いんで、ほっとくとすぐバキバキになっちゃうんで肌が、もうそういうお風呂上がりに塗ったりとか、それこそディオールさんのめっちゃ使ってます。最近水を1日2リットル飲むっていうのは決めてやってますね。ここ数年、まあそのね、一回コロナのあの自粛期間で、まあ、2ヶ月休んだりはしたんですけど、やっぱその間も台本読んでたりとか、次の作品のこと考えてたりとか、結構脳が休まってないなっていう感じが、ここ数年ずっとその状態で駆け抜けてきてたんで、ぼーっと生きてみたいなっていうのが来年の抱負です、僕は。